それではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日も敬愛する兄弟姉妹方とともに、限られた人数ではと思いますが、このズームを通してまた電話を通してご一緒にライブの礼拝を守ることができますことを皆をあがめて感謝を申し上げます。あなたのご臨在を祈ります。あなたの約束通り二三人、我が名により手伝うところには、我もまたそのうちにあるなりと、お約束してくださいました。どうぞ、イエス様、また、あなたが、このうちにご臨在くださり、導いてくださいますように、この礼拝の続き、さらに、後半導いてくださいますよう、お願いいたします。神様、私たちがいよいよ御言葉に導かれ、また御霊にご支配され、治められ、導かれますように。神様、イエス様の思いをまた思いとしていくことができますように、助け導いてください。神様、また昨日は UCC 教団のスプリングミーティングがズームで持たれましたが、教団の上にもあなたの良き導きがありますように、また今日午後は長老会が、午後持たれます。AC の方も加わってくださいますが、どうぞ、あなたの御旨がなさる。また、神様、どうぞ、あなたのご栄光が、いよいよ表されていきますように、お願いいたします。私たち一人一人を通して、合同教会を通して、いよいよ、あなたの皆をあがめさせてください。感謝しつつ、またこのひとときを見てね、お委ねし、待ち望みしつつ、イエス様の名前によって、お祈りいたします。アーメン。今お読みいただきましたこの箇所、ダニエル書9章から、今日は、ダニエルのですね、祈り、ダニエルの苦難の中での祈り、その模範から学びたいと思うことであります。まあ、今アメリカがこのパンデミックの中で一番被害が出てしまった国になりましたが、感染者数、死者ともにですね、まあ、世界の4分の1ぐらいになってしまったんでしょうか。まあ、そのような多くの犠牲者、また被害が出てしまったことがあります。大変な中であります。まあ、ニューヨークが特に大変でございましたが、だいぶ今下がってきているようですけれども、なお他の州よりは多いというようでございます。またカリフォルニア州もですね、ひととき伸びて少しずつ下がってるかなと思っておりましたら、4月の終わりぐらいからまた急に伸びてですね、あんまり今下がってないですよね、まだね、感染者数、死者数。まあ大変な状況でありますので、まあ、私たちこういう苦難の中でね、本当に祈っていきたいと思うんです。さらに祈って。またオープニングの話がいろいろ出てますが、お医者さんは非常に慎重ですけれども、まあたとえオープンされたとしてもね、このC19 ですか、コロナウイルスが広まらないようによくよく気をつけていかなければいけないということを、まあ、やはり覚えることがあります。ある人は秋にまた大変な、まあ、ですね、感染があるんではないかというようなことも、秋以降ですね、寒くなるクリスマスの頃とか、注意しなければならないということも気をつけておっしゃっておられますが、警告しておられますが、まあ、とにかく、このような苦難の中でね、私たち、どのように祈っていったらいいんだろうか。やっぱり私たちがするべき、まず最初のことは祈りであるということを覚えるわけであります。ヨシャパテ王様にしても、また、ハンナの祈りを先週は母の言ってもらいましたが、今日はですね、ダニエルから、この苦難の中での祈り、それを学びたいと思います。ダニエルという人は、この青年の時にバビロン捕囚にあったんですね。バビロンにユダの民がみんな連れて行かれてしまったという、あの時彼は、青年でありました。預言者エレミアはその当時、もうすでに預言者たりきよりエルサレムに残ったんですね。荒廃したエルサレムの町に残りましたが、ダニエルはバビロンで出世をしたんですね。そして、
社会的にも非常に要職につきました。で、ある時あまりに妬まれてですね、バビロンの花嫁、しかしですね、非常にこの要職について、バビロンの後にペルシャという国がバビロンを滅ぼして新しい帝国になりました。まあ、ペルシャは今のイランですね。バビロンは今のイラクでございますが、まあ、この今のイラン、まあ、ペルシャが、新しい帝国になった時にもダニエルは引き続きといいますか、まあ、大変稀なことであると思いますが、非常にですね、社会的にも、大切な役目につきまして、まあ、お役人としてのですね、大切な働きをしました。まあ、しかしですね、彼がこの生活スタイルとして何が一番特徴的だったかと言いますと、お祈りなんですね。お祈りの人であったのであります。ダニエル書の6章を見ますと、このように言われております。ダニエルはいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。そのように言われております。日に3度祈っていた。朝、昼、晩でしょうか。まあ、皆様もですね、ぜひそのように朝、昼、晩、短くてもですね、祈りの時持たれてよろしいんじゃないでしょうか。あるいは朝、晩でも、朝だけでも夜だけでも、とにかくですね、そういう祈りの時を持っていく。御言葉に引き祈っていく。ぜひそういう時を持っていくと生活の力になるということを思います。まあ、ダニエルはそういうことをもう習慣的にしていた方、祈りの人でありました。で、彼はですね、お祈りを、して、まあ、いたことで特徴的であります。特にまた、いくら大切な役目を預かっているとしてもですね、やはり募集の身でありますから、大切な、まあ、働きをしながら大変なですね、まあ、苦しみ、悲しみ、あるいは痛み、覚えながらの生活であったと思います。まあ、そのような時に彼は希望を与えられたのでありますね。それは彼が御言葉を読んでいた時でありました。このことが第一のことであるんですけれども、祈りの最初のこと、それは御言葉に聞くということですね。御声に聞く。これが最初のことであります。私たちダニエルから教えられること、祈りの模範から教えられることは、まず御声に聞くということであります。ダニエルはエレミア書を読んでおりました。少しこの、なんて言いますか、同時代の人でありますが、先輩であったエレミアですね。彼の書いたその預言書を読んでおりましたときに、このようなお言葉が書いてありました。今お読みいただきましたテキストの2節のところでありますが、ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでその年数が70年であることを文書によって悟ったと言われております。御言葉によって彼は新しい光を与えられたのでありますね。まあ、御言葉を読んでいくときに私たちは導かれ、また神様に喜ばれる祈りをしていくことができます。まあ、当時の文書というのはもちろん今の本のようなものではなくて巻物であったわけでありますが、またその中身はもちろん章も節もないわけでありますね。ですから順々に、まあ、巻物を手繰りながら読んでいたわけでありますけれども、今で言えばちょうどエレミア書の29章10節からのところを読んでいただきたいます。ちょっとそこをですね、今お読みしたいと思います。エレミア書29章、誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。
それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。そういう予言の言葉を読んだわけであります。途中で皆様のちょっと親しんでいる箇所が出てきたのではないかと思いますが、平安を与える計画ですね。将来と希望を与え、神様のご計画があるという。その一つ前のところに、70年が満ちたときに、私はあなた方を顧みる。イスラエルの民がね、エルサレムに帰ることができるという、その予言があったわけであります。それによって、ダニエルは悟ったんですね。彼はその時80代ぐらいになりましたけれども、自分もその中に入って、故国に帰れるんではないか。そのようなことも思ったのではないかと思います。そして彼は祈りました。まず、私たち自分が祈る前に、御言葉を聞く、御声を聞く。これ大切なことであります。イエス様ご自身もこのようにおっしゃいました。ヨハネによる福音書15章7節です。皆様、もし今月の言葉ね、手元にお持ちであれば、それをご覧いただきたいと思いますが、あなたが、私の言葉、あなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。素晴らしいお約束ではないでしょうか。欲しいものを何でも求めなさい。そうすればあなた方にそれが叶えられます。まあ、その前にちょっと条件があるんですね。二つの条件でありますが、一つは、もし、あなたが私にとどまるならば、イエス様のうちにとどまっているだろうということですね。それからもう一つの条件、それは私の言葉があなた方にとどまるならということであります。イエス様のお言葉、聖書のお言葉が心のうちにとどまっているようにしなさいということですね。とどまっているならば、何でも祈りなさい、ね。あなたの欲しいものに祈りなさい。それが叶えられます。いうのであります。私たちが御言葉を読み、また思い巡らしですね、それを学び暗記し、まあ、御言葉を実践していくときに、私たち御言葉が自分のものになっていきますね。それより御言葉と親しみ、御言葉がうちに留まっていくようにするならば、私たちは祈りが答えられることを確信していくことができます。詩編では37編でこのようなお言葉もあります。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてください。私たちが主ご自身を自分の喜びとし、また主の御言葉を喜びとしていくときに、そのようになっていくときに、私たちの心の願いがみんな叶えられていくという、そのような幸いなことになっていくわけであります。まず、御言葉に聞いて、御言葉を思い巡らし、また適用していきましょう。自分のものにしていきましょう。まあ、そのことが大切であることを覚えることがあります。二番目のことですね。まず、御言葉に聞き、また二番目のこと、それは、主を求めるということであります。私たちが主に祈るときに、まず主を求めるということをしましょう。ダニエル書の9章3節で、ダニエルが自分のことを言っております。私は顔を神である主に向けて祈りと、そのように言いました。顔を神様である主に向けたというんですね。天に向けて、そして祈ったのでしょうか。あるいは心の中で、ね、神様に心の顔を向けて、そして祈ったことと思います。この顔を向けるということは、あなたに集中するということですね。夫婦の間でも、家族の間でもね、子供の間でもあるんじゃないでしょうか。
顔を心に向け、顔をですね、向けて聞いてあげたり話したりするっていうことは、やはりね、それは一つ、ね、集中してますということですよね。気を他に散らしてないで。あなたに心を向け、集中して、焦点を合わせて祈りますという、そのことを神様にしていくことが大切であります。ダニエルはまずそういうことをした人でありますね。神様を求める、そういう人でありました。ヘブル人への手紙11章6節を言いますと、こういう言葉もあります。私を求める者には、ね、報いるというお約束があるんですね。神を求める者には、報いてくださる方であることを信じなければならないと。そういうことが進められているわけであります。神様を求めるときに、神様は報いてくださいます。そのことを信じておられますか？信じてまいりましょう。私たちの信仰というのはそういう信仰ですよね。神様を求めるならば、神様は必ず報いてくださいます。それが私たちの信仰です。神様を求めて祈りましょう。神様は報いてくださり、最善の答えを与えてくださる方でありますね。さらに、イエス様ご自身がこのようにおっしゃっておられます。ルカによる福音書でありますが、12章、31節です。神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものは、それに加えて与えられますという。約束ですね。神様を求める、神様のご支配を求めていく。その時に必要なものは全部加えて与えられますという。これも素晴らしいお約束でありますが、神様を求めていく時には必要なものは全部備えられます。そのことを信じることができますね。神様を求める幸いを覚えます。また、ホセア書の5章15節からのところをお読みしたいと思います。今月の言葉にも載っておりますが。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで、私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら、私を探し求めよう。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを打ったが、また包んでくださるからだ。もし私たちが神様を求めていなかったらどうなるでしょうか。自分の好き嫌いより自分中心、自分勝手に自分の思いで生活しているときには、神様は自分のところに戻っていようとおっしゃってるんですね。私の顔を慕い求めるまで、私は私のところに戻っていようとおっしゃってます。少し引き下がって、ご自分のところに戻って見ていらっしゃる、傍観していらっしゃる感じですね。そして私たちが自分勝手にして惨めになってですね、大変だ、本当に悔い改めなければいけない、神様を求め始めるときに、神様はまた私たちのところに戻ってきてください。近くに近づいてきてくださる。そして私たちを癒してくださり、包んでくださる。そういうお方であるということをここで教えられます。神様を求めていくこと。それが私たちの祝福の秘訣でありますね。祈るときにも、まず神を求めて、神に集中し、焦点を合わせて祈っていく。そのものでありましょう。さらに3番目のことであります。御声に聞き、そして神様を求め、3番目のことは心から祈るということですね。心から祈りましょう。ダニエル書の9章の3節後半を見ますと、ダニエルがこのように言っております。断食をしあらぬのを着、灰をかぶって願い求めた。まあ、この姿はユダヤ人の方々が真剣に祈るときの姿ですね。まあ、ダニエルはこのようにして真剣に熱心に神様に祈り求めたということです。この願い求めたというこの言葉自体が
そのことを表しています。この言葉は、真剣に求める、熱心に祈り求めるという、そういう言葉ですね。まあ、ダニエルはそのように祈りました。心から祈りました。ただ言葉面でですね、何も心が伴わない祈りではなくて、本当に心からそのことを求め、祈る。そのような真剣な祈りを捧げることが大切だということを思います。またそのように自分を仕向けていくというようなね、そのようなことをこの姿から、見させられることでございますか。先々週学びましたヨシャパテ王様も、もうあなたに終わります。もう本当に心からもう叫び求めているんですね。あなたに叫び求めます。その時あなたは聞いて救ってくださいます。まあ、そのような信仰の祈りをしておりました。呼ばれるというのはまた本当に心から叫び求めるというそういう意味の言葉であります。そのように祈っていきましょう。イエス様がある時例え話を語られました。パンを借りにですね、真夜中に友達のところに行った人がいました。パンを3つだけ貸してくれと頼んだんですけれども、友達は言いました。迷惑をかけないでくれ。起きて何かをあげるわけにはいかないと、そのように言われてしまったんですね。しかしイエス様はその例え話の後でこのようにおっしゃいました。あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。まあ、そのようにイエス様がおっしゃったんですね。まあ、これも熱心な祈りでありますね。熱心に真剣に祈り続けるとき、神様はそれに応えてくださるお方であります。そのことをイエス様は教えてくださいました。まあ、心から祈る。これが3番目のことでありますが、4番目のこと。それは、感謝して祈るということであります。まあ、祈りにはいつも感謝があるとよろしいですね。パウロもフィリピの4章で言いました。感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと進めております。感謝を持っていつもね、祈りを捧げていくこと。まあ、ダニエルもですね、この9章4節、ダニエル書でありますが、そこでこのように祈っておりました。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたを命令を守る者には、契約を守り、恵みをくださる方。神様の素晴らしい方を覚えながら祈り、感謝を捧げているわけであります。あなたは大いなる恐るべきお方です。神様は普通の人ではありません。私たちは思いを超えたお方ですね。はるかにはるかに超えているお方。大いなる恐るべきお方。この天地宇宙を、もうね、本当すべてを想像なさってご支配していらっしゃる方。力あるお方ですね。そしてまた神様は契約を守ってくださる。ご信じしたお方。そのことを覚えてられます。そしてまた神様は恵みをくださるお方ですと、それに祈っております。恵みをくださる愛のお方。神様は力のお方、ご真実なお方、愛のお方です。そのことを感謝しているんですね。そして祈っております。そしてまた9章の9節のところに行きますと、さらにこのように祈っています。憐れみと許しとは、私たちの神、主のものです。そのように祈っています。神様は許してくださり、また憐れんでくださるお方。そのことを感謝しているんですね。感謝して祈りましょう。まあ、私たちがですね、罪を告白するときに、神様は罰を与えなさると思いますか？日本ではよく罰っていうのがありますけどもね、罪を告白したら罰が与えられるでしょうか？あるいは罰しなさるお方でしょうか？神様は、もう私たちが告白する前からすでにそのことをご存知ですから、ね、
神様は許してくださるお方ですね。神様は私たちを憐れんでくださる。また恵んでくださり、祝福してくださるお方です。ですから、イエス様は黙示録で、熱心になって悔い改めなさいと、また語って進めていらっしゃいますね。私たちが熱心に告白していくときに、神様は喜んで全く許していってください。まあ、そのような憐れみのお方、恵みのお方であることを覚えましょう。イエス様のもちろん、十字架のおかげでありますけれども、そのことを覚えて、また次もね、本当に私たち告白していくものでありたいと思います。そして神様の許し、憐れみをいただき、また力、愛、真実をいただいてですね、いよいよ神様と共に歩ませていただきましょう。この素晴らしい神様をあがめ、また感謝を捧げていきたいことであります。さらにですね、この次のこと、5番目のことになりますが、御声に聞き、そして神を求め、心から祈り、感謝をする。そして5番目のことは、それは告白するということでございます。罪を告白するということですね。で、告白するという言葉は、ギリシャ語、新約聖書の言語ではホモロゲオと言いますね。同じことを言うという、そういう言葉ですが、神様が示してくださった時には、はい、私はそのように思いました。はい、そのように私は言いました。はい、そのように私はしました。あるいはしませんでした。言いませんでした。まあ、そういうことですね。それを、私たちが同じことを言う、告白するというのはそういうことです。そういうふうにしていくときに神様は許してくださるというお約束もあるわけですね。告白するならば、神は真実で正しい方であるから、あなたの罪を許してくださると。ヨハネも手紙で約束を書いております。ダニエルは9章の5節から19節まで長々と罪の告白を始めました。ここで彼は私たちは罪を犯しましたと、そのように私たちと言っているんですね。自分の罪を告白しましたが、また同時に民のためにも祈っているわけです。でも彼らはね、こういう罪を犯しましたと言っているんではなくて、私たちは罪を犯しました、不義をなしましたと言って、自分を民と同レベルに引き下げて、そして祈っているのであります。このような謙遜なへりくだったですね、告白。それがまた神様に喜ばれる告白でありますね。ネヘミヤという人がおりました。彼はエルサレムの城壁を直しにですね、やはりエルサレムに帰った人であります。その人は祈っていくときにやはり私たちの罪を許してくださいと、それように祈っております。まあ、このような謙遜な告白、それを神様は喜んでくださるわけであります。ちょっと5節からダニエルの告白をお読みいたします。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのものです。8節に行きます。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと、私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。まあ、ここでダニエルは、私たちは罪を犯しました。不義をなしました。悪を行いました。あなたに背きました。
あなたの命令を離れました。御言葉に聞き従いませんでした。まあ、このようにですね、次々と告白しているわけであります。そして、不面目は私たちのものになりました。そのように祈っているわけであります。13節に行きますと、このように祈ってます。この災いはすべて、モーセの律法に書かれているように、私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返る。あなたの真理を悟れるよう、私たちの神主にお願いもしませんでした。まあ、そのような告白もしています。私たちが不義から立ち返れるように、真理がわかるようにしてください。そのような知恵を悟りを与えてくださいというような、そのような願いさえもしなかったというんですね。そのように告白しています。さらに16節ではこのように言っております。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか御怒りと憤りを、先祖たちの罪の、ごめんなさい、あなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。憤りを収めてください。私たちの罪と、私たちの先祖たちの罪のために、エルサレムとあなたの民が、私たちを取り囲むすべてのものの、そしりとなっているからです。エルサレムは、神様が私が創造して、私の喜びとするとおっしゃっている町でありますね。また、あなたの民、イスラエルの民は、神様が楽しみとする。エルサレムの民を楽しみとする。それよりもおっしゃっていらっしゃる民であります。イザヤ書にそういったことも出てきますが、そのような町、また民が、今はもう周りの人々からそしりの的になってしまっているという。まあ、彼はそのことを日々体験していたことと思いますが、そのことを祈っているわけです。まあ、そしてこのあたりからダニエルは、神様の栄光を求めているんですかね。神様のためにまた祈り始めていることにもなっているんですね。あなたが喜んでくださる、楽しみとするとおっしゃってくださった町であり民を、そしらせていていいんですか。まあ、そのように祈り始めているわけですね。許してくださって、恵みを注いでください。神様のために。もう祈り始めています。そしてまた19節のところに行きますと、まあ祈りの結論のような部分でありますが、告白の結論のような部分でありますが、主よ聞いてください。主よお許しください。主よ心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために、遅らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名が付けられているからです。あなたの町と民とにはあなたの名が付けられています。あなたの名のために、皆のために、どうぞ許し、恵みを添えてくださいという、そのような祈りです。エルサレム。また、イスラエル。まあ、こういう名前には、エルという神様のお名前が入っているんですね。神様の栄光がかかっています。どうぞ、神様が許してくださって、元に戻してください、祝福してください、そして、神様の栄光が崇められるようにしてください、と祈っているんです。皆さん、クリスチャンというのも、神様のお名前、イエス様のお名前がついてますよね。クライスト。キリストのものという意味の名前でありますが、クリスチャンという名前がついておりますので、私たちもね、キリストの栄光がかかっている面もあるわけであります。
話したり、怒らったりね、生活していくときにも、キリストの栄光が表されていくようにね。キリストの栄光がそしられないように。キリストの栄光が崇められるように。まあ、そのように気をつけていく。言葉はまた幸いである。そのようにイエス様をまた求めていくことが幸いであると思いますが。まあ、そのようにダニエルは長々とまた次の告白をしましたが、最後は神様の栄光のために、私たちをどうぞ許してください。憐れんでください。そのように祈りました。そして、神様からの回答をいただいたわけであります。素晴らしい素晴らしい回答をいただきました。20節からに、そのところにそのことが出てまいりますけれども、天使ガブリエル、天使の王様ですね。ガブリエルが現れたのであります。少女マリアに現れてくれたこの天使ガブリエル。見つけを、ね、少女降誕の見つけを告げてくれましたが、ダニエルにも現れてくれました。まあ、新約聖書もない時代でありますので、ガブリエルが直接来てくれたんですね。そして、このようにダニエルに言いました。ダニエルよ、私は今、あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。そのようにダニエルに語られたのであります。あなたが願いの祈りを始めた時からもう聞かれているよと言ったのですね。顔を主に向けて、ね、祈った、主を求めて祈り始めた時からもう祈りは聞かれておりました。そして神様、父なる御神のですね、また御声が、御言葉が与えられました。天使ガブリエルはそれを伝えに来たわけであります。そしてね、素晴らしい素晴らしい予言のメッセージがこの後伝えられたわけでありますが、ここでダニエルにガブリエルがあなたは神に愛されている人だからだとそのように言っていることに気をつけていただきたい、注目していただきたいと思うんですね。ダニエルは神に愛されている人でありました。そしてクリスチャン一人一人、皆さんお一人一人は神に愛されていらっしゃる人なんですね。あなたは神に愛されている。これがまた天のメッセージであります。どうしてわかりますか？イエス様の十字架を見てください。イエス様がいかにかけがえのない尊い代価を払ってくださったか。父なる御神がどのような尊い犠牲を払い、代価を払ってくださったか、そのことを覚えるときに、いかに神様があなたを愛してくださっておられるか、そのことがわかることであります。あなたは神に愛されている人です。ですから神を求めて祈りましょう。もう祈りを始めるときから、神様は聞いていてくださいます。そして素晴らしい答えを与えてくださることであります。最善の答えを与えてくださるお方であります。このダニエルの祈りの内容にとても似ている聖書の箇所がありますね。歴代詩篇7章14節という前にも見たお言葉でありますが、最後にそのことを見ておきたいと思います。歴代詩篇の7章14節、私がお読みしたいと思います。私の名を呼び求めている私の民が、自ら平下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。
ここで、私の名を呼び求めている私の民というのは今クリスチャンのことでありますね。そして私たちがへりくだるならば告白するということであります。また祈りを捧げ御顔をしたい求めるならば、神を求めていくならば、そしてまた立ち返るならば、4つの条件をここで、言われておりますけれども、3つのお約束がまたその後約束されております。まず最初に神様が親しく聞いてくださるということ、そして許してくださる、そしてまた地を癒してくださるという、そういうお約束が出ていることでございます。レターのメッセージの中にもその御言葉が記されておりますが、ぜひまた読み返していただくと幸いな言葉でありますね。まあ、クリスチャンは、ね、今世界中におりますけれども、私たちがどこにあってもこのようにへりくだり祈り御顔を求め立ち返るときに、神は聞いてくださり許してくださり、また地を癒してくださる、どの地であっても癒してくださる。今パンデミックで世界中の国々が大変な目にあっておりますけれども、このような状況で神様はしかしクリスチャンの祈りを聞いて地を癒してくださるというお約束をいただくことができます。私たちはアメリカの地におりますが、私たちが祈っていくとき、また御顔を求めへりくだり、また立ち返っていくときに、アメリカの地を癒してくださることを信じ、また祈ってともに参りましょう。お祈りをいたしたいと思います。一言お祈りいたします。父なる神様、あなたの御言葉お約束をありがとうございます。まず御声を聞いていくことができますように、そしてあなたに喜ばれる祈りを捧げていくことができますように、あなたを求め、またあなたに感謝を捧げていくことができますように、助けてください。また私の罪を、また私たちの罪を告白していくことができますように、あなたが許してくださることをありがとうございます。どうぞいよいよ私たちがへりくだり、また祈り、またあなたを求め、いよいよ立ち返っていくことができますように、そしてあなたが親しく聞いてくださり許してくださり、またこのアメリカの地も癒してくださることを信じます。またあなたが私たちの祈りを導いてください。皆我が目感謝しつつ、皆に栄光を期しつつ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。